皆さんこんにちは、あわです。今回はリクエストいただいたテーマ、仙台藩純一家福原氏について紐解いていきます。では早速よろしくお願いします。福原氏の祖は関ヶ原の戦い大阪の陣にて功あり、江戸幕府の旗本となった福原祐康です。この祐康は下野の国那須氏の末裔で、平家物語で有名な弓の名手那須与一の子孫とされており、戦国時代那須氏の家臣として那須七家に数えられた家柄でもあります。祐康は次男祐房の伊達家に仕官を同僚の斎藤劇を介して依頼しています。どのような経緯だったのかは伝わっていません。福原氏の資料は大正期に消失したとのことで、多くは伝わっていませんが、歴代当主を紹介していきますと、初代祐房は1643年江戸伊達邸において、二代藩主伊達忠宗に謁見し、同年家格純一家に列せられます。1645年、それまで長谷倉氏が領していた柴田郡長谷倉村に家中屋敷長谷倉館と宮城郡高木に屋敷を賜り、1650年には岩出山立氏二代伊達宗利の息女と結婚しています。四代藩主伊達綱浦の時に国番頭兼申し継ぎを16年にわたり務めています。二代祐清は古称国番頭を務めており、旗本福原氏福原祐清の息女を妻に迎えています。三代祐長は申し継ぎ大番頭若年より表情役と務め、四代祐真は岩出山立氏四代伊達村康の子、川崎伊達氏二代伊達村利の息女と結婚しています。五代祐頼は1768年に家を継いでおり、大番頭を務めています。六代祐広は1794年に家を継ぎますが、病弱で子がなく、渡り伊達氏九代伊達村吉の次男祐氏を養子に迎えています。七代祐氏は1807年に後を継ぎ、申し継ぎ若年より大番頭山奉行を経て、1814年に奉行職に就任し、将軍に二度拝謁を許されており、その功績から福原氏中高の祖と称されています。祐氏の頃から居住地を長谷倉館から高木の福原館に移転しています。八代吉助は1829年に家を継いでおり、その後も九代何がし十代助広と続き、所領の高木村福原館にて明治維新を迎えますが、詳しい実績などは伝わっていません。福原氏の菩提寺は仙台輪王寺と伝わっていますが、1876年の北山大火により墓石などが失われています。しかし本堂の西側に一基の古い墓石があり、よく見ると那須の文字が刻まれています。那須氏は福原氏のふるさとということもあり、
詳しい調査の結果、淳一家福原氏2代助清の不審は旗本福原氏の息女であり、この墓石は助清夫人のものと確定されます。その後、院王寺境内から5代助頼の墓石が見つかり、現物面からも院王寺が福原氏の菩提寺であることが判明します。現在宮城県川崎町に江戸前期に福原氏が居館とした上立城跡があります。宮城県松島町に江戸後期に福原氏が居館とした福原館跡がありましたが、現在マンションが建っています。ご視聴ありがとうございました。今後も伊達家を中心とした歴史を伝えていくため発信していきます。ぜひチャンネル登録、そして応援よろしくお願いいたします。ではまた。